その他競馬レース展望です。この時間は4月27日火曜日の展望を行ってまいります。解説はデイリースポーツの工藤治さん、進行は鈴木誠也です。工藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他競馬火曜日から3日間の開催がスタートとなりますが、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大のため兵庫県内緊急事態宣言が出されました。その影響で今週の3日間と来週のゴールデンウィークシリーズの4日間が無観客での開催ということになります。これは少し残念ですよね。そうですね、せっかくね、なんか新人騎手をはじめ盛り上がってきた園田競馬ですからね、このお客さんが入ってこれないっていう環境はね、はい、ちょっと残念ですね。そうですよね。そして緊急事態宣言対象地域の場外発売所も閉鎖されるということになります。姫路競馬場、ダッシュ横川、ダッシュ心斎橋、ダッシュ岸和田も閉鎖となりますので、馬券の購入はネット投票、楽天競馬、スパット4、オッズパーク、そして即パットをご利用ください。それでは明日のレースの展望に参ります。火曜日は全部で12レース予定されています。1レースの発走時刻は10時40分です。この時間はメインの11レースと10レース、2つのレースの展望を行ってまいります。まずはメインの11レースの赤春特別です。 B1 クラスの一戦、距離は 1400m、 頭数10頭です。工藤さんの印はこちらです。本命は2番のガミラス・ジャクソンです。前走連勝止まりましたが57キロで2着と好走しています。こちらが本命ですね。そうですね、やはりガミラス・ジャクソンは他陣営からね、目標にされるだけの B1 級では断然の実力馬ですからね、はい、まあ、ちょっとした展開のあや、57キロっていうのはね、やはりそれなりに響きますからね、うん、まあ、これは負けても強い競馬でしたよね。そうでしたよね、はい、もう早めに先頭に立って押し切ろうというレースでしたよね。そうです、時計も上々です。うん、そして対抗には8番のエネル武蔵です。笠松競馬から移籍2戦目、前回の初戦は3着と好走しました。そうですね、最後にちょっとスタミナ切れかなという印象のレースぶりでしたけども、うん、能力の高さは確かだなというね、レースぶりでしたからね、はい、このクラス卒業は時間の問題でしょうね、うん、まあ、笠松時代も A クラスで勝ちからがあるという馬ですので、まあ、ここもね、かなり注目した一頭ということですね、うん、そして3番で評価が1番の主人公です、まあ、逃げて結果を出してきている馬、前走8着と崩れました。そうですね、前走思ったほどなんか粘れなかったんですけど、まあ、メンバー層が厚いレースでしたからね、うん、まあ、ちょっとしただけでここまで着順は8着に下がりましたけど、はい、それほど大きくは負けてませんよね、うん、悲観する内容ではないと思いますし、はい、今回の方がメンバー層は薄くなったでしょうね、うん、持ち前の先行力を生かせればね、花に行けそうですし、はい、巻き返しは期待できるでしょう、うん、そして白三角、まず6番のソングオブファイヤーです。高知競馬から移籍初戦となります。そうですね、まあんまり正体はよくつかみきれませんけれども、不気味な戦績ではありますし、十分番組的にこの B1 クラスでしたらね、はい、高知の A クラスの一番下のクラスでも通用するだけの能力を秘めてるんじゃないかなっていう不気味さありますね、うん、はい、そして4番のミキノエイトビート、こちら800m、 1500m で勝ち倉がある馬です。そうですね、ミキノエイトビートは 1230m のスプリント戦が一番ベストかなと私は見てるんですけれども、うん、豊かなスピードの持ち主で、なおかつまだまだ伸びれるだけのね、はい、ポテンシャルを秘めていると思います。そうですね、番手からの競馬もできると思いますからね、本来 B1 を卒業できる器だと見ておりますんでね、はい、期待しております。そして最後の白三角が7番の兆しです。まあ、このメンバーの中、差し馬の馬、この馬を最後の白三角とされました。そうですね、はい、流れ的にはね、向くと思われますし、まあ、兆しはもう一つね、勝ち切れるというイメージまでいかないですけれども、うん、常に自分の力は出し切れますからね、はい、今回のメンバーでしたらば、やはり馬券の対象としてはね、抑えておくべき一頭だと思います、うん、はい、まあ、メンバー見ましてもかなり逃げたい馬、先行した馬が、ね、多く揃っていますので、まあ、展開向くとこの馬にも展開が向きそうということになりそうですよね。では11レース工藤さんの買い目です。ここは3連複、2番のガミラス・ジャクソンを1頭軸にしまして、相手に8番1番6番4番7番と入れていただきまして、合計10点挙げていただきました。
11レースの積春特別は4時ちょうどの発走予定です。続いて一つ前の10レースへと参ります。10レースは3歳の A クラスと B クラスの混合の特別戦、1230m、出走馬8頭です。工藤さんの印はこちらです。本命は北海道競馬から一石初戦の4番のプラチナステージに打たれました。昨年5月の門別の新馬勝ちの馬ですね。そうですね、その新馬勝ちが破格の内容ですからね、その後ですね2000、失速しておりますけれどね、デビュー戦の勝ちっぷりからすればですね、この世代の北海道レベルの高い北海道競馬でも相当上位をのポテンシャルの持ち主だなとね、見込むだけの好素材です、はい、と見てます、はい。今回9ヶ月半の休み明けということになりますが、じっくり乗り込まれてきたということなんですよね。そうですね、おそらく砂をかぶったりね、若さとか精神面でのね、敗戦ですからね、はい、ある程度休養期間は取った方がいいと思われますし、鉄砲掛けはこの気象ですから多分効くでしょう、とにかくスタートは早いですしね、はい、軌道に乗ればポテンシャルを発揮できれば、相当な活躍が見込めると思う素質馬と見ております、はい。そして対抗が8番のペルちゃんです。ここ最近逃げて2着3着と惜しいレースが続いています。そうですね、ペルちゃんは十分A クラスをね勝ち上がれるスピードの持ち主ですしね、はい、普通でしたらば、本来本命つくでしょうね。今回距離も1230m に短縮されるというのもかなりプラスですよね。そう見ております。はい、そして3番手評価が6番のエールソングスです。前回菊水槽12着でしたが、その前の A クラスでは2着1着と構想が続いていました。そうですね、エールソングス菊水槽では相手も強かったこともありますけれども、体重が思いのほかね増えてますだからね、ちょっと重めだったんじゃないかなという体つきでしたよね。はい、はい、この6番エールソングスが3番手評価で、その後4番、白三角ですが5番のクルーゼイロです。このままも菊水賞に出走して7着という結果でした。そうですね、ちょっとこの 1230m に適性はどうなのかなという、ね、感じはしますけど、底力ある馬ですからね、この馬ね、はい、姉妹こうもつれる感じになればね、浮上しておかしくないですよね、そして最後が3番のユーバエです。今回昇級2戦目となります。そうですね、この馬もこれから先がね期待できる、高素材ですからね、はい、抑えておきたいですよね、はい。この馬は 1230m 戦でも勝ち鞍がある馬です。では10レース工藤さんの買い目です。ここは馬単で4番プラチナステージを頭固定にして、相手に8番6番5番3番の4点を挙げていただきました。この10レースもプラチナステージとペルちゃんと、逃げ馬がどちらが花を奪うかというのも注目が集まりますよね。そうですね、私はプラチナステージの方が断然早いと思いますね。そうですか、はい、でペルちゃんが2番手からということで読んでるんですね、はい、はい。10レース3歳の A クラス B クラスの混合特別戦、発走時刻は3時25分です。今週3日間の園田競馬と来週のゴールデンウィークシリーズの4日間につきましては無観客で開催となりますのでご注意ください。この時間の解説はデイリースポーツの工藤修さんとお送りいたしました。工藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。園田競馬、今週の3日間、そして来週の4日間につきましては無観客で開催が行われます。そして緊急事態宣言対象地域の場外発売所、姫路競馬場、ダッシュ横浜、ダッシュ心斎橋、ダッシュ岸和田につきましても期間中閉鎖となります。ご注意ください。園田競馬のご購入についてはインターネット投票をご利用ください。楽天競馬、スパット4、オッズパーク、ソクパットをご利用ください。なお今週水曜日には JRA 交流イラガー特別が行われます。今週3日間園田競馬ネット中継でお楽しみください。